はい、えー、どうも、後藤照樹です。えー、ちょっと今、風呂上がりで、えー、なんていうんですか、今ちょっとネットサーフィンして、風呂上がりで今ちょっと裸なんですけども、で今ネットサーフィンしてて、パソコンで見てて、たまたま見出しで、えー、竹山さんのんコラムかなんか、カニングの竹山さんかなんかのコラムで、宇宙人はいても幽霊はいない、死んだ親も相方も出てこないっていう見出しを見て、 中身見てないんですけど、なん,なんかふと思って、べラべラ俺結構喋るんですよ、なんかそれ見て、なんかべラべラ喋ってるんですけど、いつも動画撮ってるのは、そういうふと思ったことをべラべラ喋ってるのを、えー、こう撮ってるだけなんですよ。だから、あのわざわざ動画に、動画を撮ろうと思って撮ってるわけじゃなくて、えー、あ、思ったことを早く記録しなきゃみたいな感じで、えー、動画撮ってるんですね。 でちょっと結構がっつりお風呂入ったんで、えー、ソルト風呂入ったので、結構体、ポカポカして冷、ま冷、冷めないんですよ、体が。なので、ちょっともう、急遽こういう、時間待ってるともう俺、俺、汗引くの時間かかるんで、時間待ってるともう、全然、あのー、喋れないんで、ちょっともうこれ、急遽こういう形で、ちょっと喋ってます。 ちょっとあの、乳首が映らないように一応配慮はしてます。あの、YouTube 用に。よくわかんないけど。はい。あのー、あんま露出しない方がいいかなと思って。ただでさえ露出、露出イメージがあるかもしれないから、さあ、そういう選挙ポスターとかで、うん。でも別にポコチン出してるわけじゃないけどさ、ポコチンポコチンとか言ってたりするから、ちょっと一応気をつけてはおります。で、何を言おうかな、言お,言おうと思ったかっていうと、あのー、 宇宙人はいても幽霊はいないって。で俺は幽霊とか見たことはないけれども、幽霊って俺やっぱりい,い,いるんじゃないかなみたいな風にも思ったりもする。え、竹山さんは幽霊はいないって。だって親も相方も出てこないって、死んだ親も相方も出てこないって言ってるから、あれなんだけど。だから俺は見たことないけど、結局、えー、いるって思、思えばいるし、いないって思えばいないって。 っていうことなんだと俺は思うだからいるっていう人はいるだろうしいないっていう人はもういないんだろうしなんつうのかなへえ祖先とか霊とか祖先とか祖先を敬うとか親を敬うとか両親を敬うってそういう思い思いじゃん自分の思いその親だ祖先に対する思いその霊的なもの崇拝するっていう。 なんて言ううだろう日本人ってさこれ自然崇拝ア,ア,ニアニミズア,アニマルアニミズムとかあったりするの自然を崇拝するっていう,こうそうやってなんかちょっと霊的なものっていうかさ超常現象じゃないけどこの目に見えないものを感じる力とかそういうのある民族なのかなって俺は思うしだからそのもののけ姫とかさそうじゃんなんか。 平成、狸合戦、ポンポコとか、よくわかんないけどさ、物のけ姫の方がいいか、物のけ姫とかさ、こう、こう山の神とか、そんなの敬ってんじゃん。ああいうのあるんだよ、日本人って、多分。だから、なんつうの、霊的なもんってそういう感じなのかなって、俺は思う。だから、そういうのを敬う人、敬う人には、その霊が見,見えるのか、自然と敬っちゃってるのか、よく、そういうもともと体質なのかわかんないけれども、 敬,敬う形敬う、敬う気持ちが、その霊魂というか、霊的なものとか、魂とか、魂とか、そういうのが、こう、現れてくるんじゃないかな。守護、守護霊とかさ、悪霊とか、わかんないけど、自爆霊とか、よく分かんないけどさ、その詳しくないか分かんない。俺、全然分かんないけど、見たこともないし、分かんないけど、そういうの感じるって思う人には、感じるっていうかさ。 だその受信力受信と発信で、俺はだからもう適当に言ってるよ、これ適当というか俺の感じたま、感じるままに言ってるから、俺は。そういうの。だから知識とか知らんし、俺のなんとなく感じるままに言ってるけど、そういうのを受信する人もともと受信する、えー、能力がある人その、ない人、または、 えー、ないけれども受診しようとした結果受診できる人とかいるんだと思う俺は。だって人間とかさこの,この世界とかこの世の中ってさもう科学で解明できないことなんてさもうたくさんあるべだからなんかそういうの俺はあるんじゃないかなって